南口南多摩駅は東京都稲城市大丸にある東日本旅客鉄道南部線の駅である。駅番号は j n 19。島式ホーム一面2線を有する高架駅。駅舎は高架下にある。高架加工時中は2008年6月15日から2番線が2009年10月4日から1番線が北側の仮線に切り替わった。これにより、 駅舎とホームが広く離れることとなり、一番線へは仮設の通路を二番線のホーム途中にある階段を上って、連絡路を2011年12月23日まで渡っていた。2011年12月24日に下り線が高架化。これにより改札口からの通路も変更された。上下線ともに仮通路を介して高架ホームに行き、下りはそのまま、 高架ホームだが、上りは連絡路を2011年12月23日までと逆に渡るようになった。2013年12月23日に上り線が高架化し、これにより上り線をまたいでいた連絡路は閉鎖、線路上にある部分は撤去された。高架化工事前は相対式ホーム2面2線を持つ地上駅であった。稲城長沼駅管理の業務委託駅。 指定席券売機、自動改札機設置。かつては、緑の窓口も設置されていたが、2009年5月31日をもって営業を終了した。2019年度の1日平均乗車人員は6814人であり、南部線の本線の26駅の中では、津田山駅に次いで2番目に少ない。2005年に、 駅南側に存在した富士通南玉工場が閉鎖されたため利用客がおよそ1000人減少したが、徐々に閉鎖前の水準へ回復している。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。南玉駅のそばを流れる大丸用水と桜南部線は、矢野口駅から東駅までの高架化工事が行われ、2013年12月に、上り線の高架付け替えに伴って、 当駅付近は終了した。工事完了後は当駅が稲城長沼駅とともに高架駅となり、駅東端にある府中街道との踏切が解消された。付近では稲城市志向の区画整理事業が行われている。また、これと並行して東京都が府中街道をこれまさ橋から南へ川崎街道と直行するように、多摩都市計画道路3.37号線を整備し、 2011年4月26日に付け替えをした。東日本旅客鉄道南部線快速通過、各駅停車稲な長沼駅南多摩駅、府中本町駅出店、編集報道発表資料、編集 JR 東日本の2000年度以降の乗車人員東京都統計年間。ありがとうございます。